次に宮本徹君。宮本君。日本共産党の宮本徹です。本法はですね、保険料率を引き上げるものになっております。まあ、物価高でですね、今大変労働者の皆さん厳しい状況にあります。赤字の中小企業もですね、大変な状況です。まあ、私は負担を増やしていくべきではない、このことを強く申し上げておきたいと思います。資料の2ページ目にですね、老政審のジャムの奥委員の発言、2つ目に出ておりますが、国庫負担割合がもっと早く本則に戻っていれば、労使の保険料率の本則を引き上げることにはつながらなかった、まあ、こういう発言があるわけですね。これ参考人にお伺いしますけれども、育児休業給付の国庫負担割合引き下げの暫定措置、時限的措置が取られてきましたけれども、まあ、2007年度から2023年度までの間で合計いくらの国庫負担が減額されてきたのか、そしてそのうち育児休業給付を失業給付から切り離して区分計量を始めた2020年度から2023年度ではいくらなのか、お答えいただけますか。山田職業安定局長。お答えいたします。育児休業給付に関する国庫負担割合について、本則が給付に要する費用の8分の1であるところを、ご指摘のように平成19年度以降当分の間本来の 55% の額に暫定的に引き下げ、平成29年度から令和6年までの6年度までの間本来の 10% の額に、次元的に引き下げることと、本来の 10% の額に次元的に引き下げることになっていました。まあ、これらの国庫負担の暫定措置につきましては、その時々の国の財政状況や雇用保険財政の見通しなどを踏まえて、国会でのご審議を経た上で講じてきたものであり、まあ、この暫定措置がなかった場合という仮定のご質問についてお答えることは差し控えたいですけれども、今般、まあ、育児休業の取得者、増等を背景に育児休業給付の支給額が年々増加しており、財政基盤の強化は急務であることから、本法案では国庫負担の負担割合について8分の1から8分の1に引き下げる、引き上げることとしたところであります。答えてないで委員長、答えさせてください。数字を通告しているのにさ。もう一回、じゃあ宮本徹君。 いくら国庫負担を暫定措置、時限的措置を取って、取ったことによっていくら国庫負担が減額されたのか、合計が答えてくださいと。こんなのすぐ計算できるでしょう。山田職業安定局長。お答えします。先ほど申し上げたとおり、まあ、国庫負担に関する暫定措置はその時々の国の財政状況だとか、雇用保険財政の見通しなどを踏まえて国会での御審議を経た上で講じてきたものであり、機械的な計算として平成19年度から令和5年度にかけて給付額に国庫負担割合の本則を当てはめて機械的に計算した金額と実際の国庫負担額との差額は計6375億円となります。また令和2年度から令和5年度にかけて給付額に国庫負担割合の本則を当てはめて機械的に計算した金額としては、実際の国庫負担額との差額は計3089億円となります。宮本徹君。いやね、時間のね、無駄遣いじゃないですか。大臣、いくら共産党の質問はね、最後まで言ってほしくないからといってね、こういうやり方は私は許さないと思いますよ。まあ、今数字はあった通りですね、まあ、多額のですね、額が削られてきたわけですね。まあ、仮にですね、いつの時点で国庫負担割合を本則に戻していたら、2030年度まで保険料率を引き上げなくとも育児休業給付の積立金の底がつくことなく運営できたのか、遅くとも育児休業給付の区分計量ですね、始めた2020年度から国庫負担を本則に戻しておけば、2030年度までは保険料率を引き上げる必要はなかったのではないかと思いますが、いかがですか。武見厚生労働大臣。数字についてはすぐにお出しできなくて大変失礼をいたしました。ただいろいろと緻密に考えると、その仮説にの立て方によって数字が変わるということもあるので、非常に慎重にお答えさせていただいたという点はご理解いただけると助かります。で、
この私の方の回答もですね、家庭の質問にお答えすることは差し控えるが、育児休業給付の国庫負担については国の厳しい財政状況やその時々の雇用保険財政の見通しなどを踏まえて国庫負担のあり方について検討し暫定的措置を講じてきたと。しかしながら今般男性の育児休業取得者数の増加など背景にこの支給額が年々増加していることに加えて2030年における男性の育児休業取得率を 85% とするという目標達成に向けて取り組むこととしておりますので、政策が走行して支給額が一層増加することが想定されますので、この男性育休の大幅な取得増に対応できるよう国庫負担割合を本年度から給付費の8分の1に引き上げるなど育児休業給付を支える財政基盤を強化するものとしたものでございます。で、今後ともこの育児休業給付の安定的な財政運営を常に図ってまいりたいと思います。宮本徹君。お答えないわけですけれども、政府の出しております、労政審出しております育児休業給付の財政運営試算見ましたら、今回の措置を取った場合に令和10年度11年度が 0.5% に保険料率が上がって、令和12年度2030年度が 0.4% に戻ると、これによってですね、資金残高が2585億円という計算になっているわけですね。2か年 0.5% 上がるということは 0.1 上げれば約2000億円収入増えますから、4000億円収入が増えることによって2585億円残りが出るというのが2030年度の本法案の試算なわけですね。つまり仮にですよ、その育児休業給付の区分計量を始めた2020年度から国庫負担の割合を本則に戻しておけば、先ほどの話は3089億円ですかあったわけですから、もう明々白々、もともとですね、その時点で本則に戻しておけばですね、保険料率を引き上げる必要はなかったんですよ。ですから今回の保険料率の引き上げという提案は、国庫負担割合を引き下げ続けてきたツケを労働者らに回すものだと言わなければならないと思います。さらにですね、資料、先ほど配った1ページ目を見ていただきたいんですけれども、労政審の議論を見てますと、国庫負担割合を本則の8分の1に戻すだけじゃなくてさらに引き上げる、このことを求める意見が繰り返されております。日本商工会議所の委員の方は繰り返し、雇用保険財政における国庫負担の割合を本則に戻すということはもとより、さらなる負担も検討すべきと発言をですね、毎回のようにやっております。あるいは中小企業同友会、中小企業団体中央会ですかね、の委員の方も、引き上げるということであれば、今後の支出増を見込んで、8分の1以上の国庫負担割合をご検討いただきたいと。ということで本則以上に国庫負担割合を引き上げるべきだという意見がですね、たくさん繰り返されてきたわけでございます。大臣、これこそ本来国がやるべきことなんじゃないですか。武見厚生労働大臣。昨年秋以降の雇用者保険制度の見直しについて労働政策審議会で議論いただいてきておりますけれども、この育児休業給付における財政基盤の強化のあり方について議論を重ねる中で、この労使の代表委員からご指摘の点も含めてですね、さまざまな意見がありました。で、その上で厚生労働省としては今後の男性育休の大幅な取得増などに対応できるように育児休業給付の国庫負担に関する暫定措置を廃止して令和6年度から給付費の8分の1に引き上げると、そして当面の保険料率は現行の 0.4% に据え置きつつ、今後の保険財政悪化に備えて本則の保険料率を令和7年度から 0.5% に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率については保険財政の状況に応じてこれは弾力的に調整する仕組みを導入することについて、この労働政策審議会での議論も経た上で本法案を提出したところでございます。で、この育児休業給付の保険料については本法案が成立した暁には今回導入する仕組みの下で労働政策審議会の意見を聞いて実際に保険料率を弾力的に調整できるかを毎年度
確認することになりますが、その際には事業主や労働者に影響を与えるものであることも十分に認識しつつ、丁寧に議論を進めていきたいと思います。宮本徹君。まあ、労働者や中小企業、赤字の中小企業にも影響を与えるわけですから、上げないでくれという声がですね、繰り返されてきたわけですよ。大体ですね、この育児休業給付の国庫負担割合が8分の1という数字にですね、これ何か根拠があるんですか。子育て支援に対する国の責任の重さに見合ってないんじゃないかと思いますが、この8分の1という数字の根拠というのはあるんですか。武見厚生労働大臣。この育児休業給付についてはですね、育児休業の取得に伴う賃金収入の喪失に対して生活支援を行わない場合、さらに深刻な保険事故である失業に結びつく恐れがあることから、失業を保険事故とする求職者給付に準じた国庫負担を行うこととしております。それがその概念的に8分の1というふうにしたことの一つの意味付けだろうと思います。でこの求職者給付のこの国庫負担割合が給付費の原則4分の1とされていることから、この育児休業給付の国庫負担割合についてはその半分である給付費の8分の1としたということであります。したがって政府としては失業時の給付費を通じて労働者の生活と雇用の安定を図ることを中心的な役割とする雇用保険制度の下で、育児休業給付についても給付の性格にふさわしい国庫負担を行い責任を果たしたいという考え方でこのような形になったと思います。宮本徹君。まあ、大臣もその答弁読みながら本当かなと思いながら読んだんじゃないですか。おそらく今委員ここにいる方々もですね、今の説明聞いて、ああなるほど、これで8分の1なんだと分かった人誰一人いないと思いますよ。だって雇用保険法自体はですね、失業しているときも、あるいは子どもを養育しているときも、どちらも労働者の生活の安定、雇用の安定を図ると、これが一条の目的で書いてるわけですよ。そこに差なんて目的にはつけてないですよ。ですから基本が4分の1でやってきたんだから、失業給付が4分の1でやってきたんだから、同じようにですね、育児休業給付についても4分の1に引き上げていくということをやれば、これ本当に当面ですね、保険料を引き上げなくともやっていけるんですよ。私たちそういう修正案も考えておりますので、ぜひですね、大臣も与党の皆さんと相談していただいて、法案の修正もですね、考えていただきたいと思います。続きまして、ハローワークの体制についてお伺いしたいと思います。今回の法改正で、適用拡大等あります。これで500万人が新たに加入するということで、業務量も大変増えていくわけですが、ちょっと資料の3ページ目を見ていただきたいんですけれども、これ国厚労連が作成した、長期休病者の資料なんです。一番下のところなんですけれども、これを見ますと、厚生労働省職員だとか都道府県労働局職員の長期病休率というのが国家公務員全体に比べて高いんですね。これ何か原因は分析されてるんでしょうか。村山大臣官房長。お答え申し上げます。厚生労働省によって長期病休している職員の比率を最近5年間で見ますと、省全体ではおおむね 1.9% から 2.7%、 うち本省ではおおむね 1.9% から 2.9%、 また労働局ではおおむね 2.0% から 2.8% で推移しており、国家公務員全体の病休率、具体的にはおおむね 1.4% から 1.9% でございますが、これと比べてどの都市をとっても高いことは事実でございます。お尋ねの高い病休率の要因として全職員に対するアンケートから浮かび上がってきているところといたしましては、業務内容にやりがいはあるものの、そもそもの業務量が課題であることや、その結果超過勤務が多くワークライフバランスの確保が難しいことなどが伺われております。同時に省内組織のあり方として、職員のメンタルヘルスをめぐる課題については、人事や福利厚生の観点から関係部門が個々別々に取り組んできたということから、総合的また専門的な支援機能が弱いといった点も事実でございます。
このため、まず業務に応じた体制確保の観点から、本年度については本省内部局やご指摘のハローワーク等を中心に定員増を図っており、また業務の効率的な推進の観点から、外注可能な業務の外注化、ウェブ会議の推進、勤務時間管理のシステム化等の取り組みをスケジュール管理しながら進めているところでございます。その上で、病気休業ひいては離職を防止する取り組みといたしまして、本年4月1日に大臣訓令に基づきますヘルスケア推進室を大臣官房に新たに設けまして、メンタルヘルス不調の一時予防に重点を置いて、共済組合診療所に配置している保健師や公認心理師等の保健スタッフも含めた一体的な体制を整備し、本省内はもとより労働局等の地方機関の管理者や担当職員の研修体制を強化しつつ、今後心身の健康づくりに向けた対応強化を目指しているところでございます。今後とも職員が心身とも健康で働きがいを感じられる職場づくりに向けて努力してまいりたいと考えております。宮本徹君、一番初めに述べられたように、業務量がですね、職員数に照らしても非常に多い、これがですね、最大の、長期病休者の多さの原因だというふうに思います。本当に、頑張って働いておられると思います。資料をお配りしておるのをですね、4ページ目を見ていただきたいんですけれども、ハローワークの仕事でいうと、職員1人当たりの労働者数、失業者数を比べると、欧米主要局と比べてですね、日本は大変多いんですね。正規職員1人当たりで見ると、ドイツに比べて、1人当たり10倍の失業者数をですね、見ているということになります。そして資料の5ページ目を見ていただきたいんですけれども、にもかかわらず、この間ですね、地方労働行政職員は2004年から2020年にかけて3000人近く削減され、その中、ハローワークで言えば、定数がですね、約2500人、その間に削減されております。業務は増えると、しかし、常勤はですね、どんどん定数が減らされてくると、それを非常勤でカバーするということになってきたわけですが、これがですね、長期の病休者を生む大きな要因になってきていると思います。大臣、私はこの定員削減をですね、ここまでやってきたことへの反省がですね、必要だと思います。今回の法改正で業務量が増えます。どの程度の人員増が必要なのか、これ見積もってるんでしょうか。今回100名程度の、定員の改善しますけれども、これでは全く足りないと思いますが、いかがでしょうか。武見厚生労働大臣。労働局職員についてはですね、この政府の定員合理化計画の下で、国民への行政サービスの低下を招かないよう留意しながら業務の効率化を進め、長期的には定員が減少をしてまいりました。で、一方で新たに取り組むべき分野等については増員要求を行って必要な人員の確保に努めてきたところであり、令和4年度以降は労働局職員の定員は増加に転じているところでございます。で、今般の法改正では、例えば適用拡大では現在の被保険者の約1割に相当する約100万人が新たに雇用保険の適用を受けうることになることなど、事業主の手続き負担のみならず、ハローワークにおいても業務量が増大することが見込まれます。で、このため業務プロセスの見直しを含めた DX 化であるとか、この申請手続き審査業務の効率化などを推進するほか、追加的に必要となる体制について今後順次確保に努め、円滑な施行に向けて万全の体制を整えてまいりたいと思います。宮本徹君。やっぱりですね、この長期病休率がやっぱり他の省庁から高いという状況はですね、一刻も早くですね、改善しなきゃいけないと思うんですよね。厚生労働省で労働行政を扱い、健康を守る厚生行政をやっているところがですね、民間の労働条件よりも、と比べても、本当にブラックな働かせ方が蔓延し、そして健康を損ねると、あってはならないことだと思うんですよ、これ。もうちょっと次の質問まで行く時間がないからですね、この本当にこの状況を他の省庁に比べて高いという、病気率が高いという状況は改善しなきゃいけないと、この思いについてですね、最後聞かせてください。武見厚生労働大臣、簡潔にお願いします。
これは実は私大臣に就任して厚生労働省の職場をざっと回った時にですね、まあその昼は電気を消して皆さん静かにしながら時を過ごしておられる。それから地下に行くとですね、その蕎麦屋の手前のところにはちょっとした休憩所みたいな場所があるんだけれども、そこにはコンクリートの上に机がいくつか置いてあって、そこに職員がこう机にもこうもたれかかるようにして寝ていて休んでるという状況を見ましてですね、これはダメだなと思ったんです。で、この政務の私どもでこれは何とかしようという意見が一致いたしまして、三浦政務官にその役割を担っていただいて、その事務次官にですね、この職場の環境改善というのをもっと徹底的にやるべきだと、でそのためのきちんとした方針を取りまとめようということで、今その作業を進めているところでございます。宮本徹君。本省も当然ですし、ハローワークや労基署も含めてですね、しっかり対応を求めて、残りの質問は次回させていただきます。ありがとうございました。